続きやってきます。10時51分です。たぬきっちのお店は開いてるかな。あ、梨ができてる。お、まだ開いてるやん。行こうかな。で、化石はね、もう全部ダブリだったんで売ろっかな。おー、コンビニやからか、めっちゃいいね。夜開いてるの。やっほー、久しぶり。お、この服なんか洒落てる。緑のカーディガン、着てみる。いいね、清楚系って感じ。隣の服も言うと可愛いな。黒のポン、出やそうやから買っとく。でね、そう、明日からってか明日ハロウィンなんでね、アメちゃんを買いに来たんよ。絨毯と壁紙も見よう。カラフルな床は絶対にいらない。緑の壁紙見せて。おお、おしゃれおしゃれ。なんかなんていうやろ、部屋感あるような。で、いらないもの売ります。ロンポンいらん。あばよ。おー、いいね、結構アメちゃん揃ったね。緑の壁紙、あー、ちょっと床に合ってないかな、ちょっとだけ。でも悪くもないな。一旦これ行こう。あ、てか新住民来てそうじゃん。ララミーチョキマッスル、マッスルっていうのが来てるね。あ、ペンタかな。おはよう。よう、こんばんは。お前さ、友達増えた。どういう質問ならいいけどね。だって言うだろ、遠くの親戚より近くの友達って。それはほんまにそう。まあ遠くの友達ってのも大切だったりするんだけどな。確かに確かに。ところでさ、ポー、お前なんか用でもあるの？ちょっと暇つぶし。そういや、お前んちの家に色あせてたから、お、ペンキ塗り直したぞ。最悪やって、すごい。別に礼には呼ばねえよ、ダペン。とりあえず緑色で塗っといたぞ。それしかペンキがなかったんだ、ダペン。嘘やろ、うわ。まあいいんちゃう。すごいね、一人であんなに屋根塗ったん。ペンタやるな。この音楽もいいな、夜の癒し系って感じ。お、ベルの鳴る気で来てる。あ、おはよう、ブイヨン。夜になると人恋しくなるっちゃうんだよね、私って。ここ僕もそう。そういえばお宅に頼んでた時計なんだけど、もう戻ってきたから忘れちゃった。あー、この前お願い聞いてそのまま終わっちゃった。え、でもこの次もちゃんとやってくれなかったら今度は怒るわよ、ここ、うん、ごめんなさい、反省。お話ししよう。お、こいつ毎回ゲーム、この前な、撮ってない時も福袋ゲームやってくれて。渋いタータンの服か、梨か、私は、梨は持ってるんやな。それでも、高くない？ちょっと、今回ちょっと買わないよって意地張ってみよう。買わないよ。お、しょげてる。なんだつまんない。せっかく面白いこと思いついたと思ったのに。まあ、いいわ、あと今度遊んでちょうだいな、ここ。桃とかね、用意しな。うわぁ、1000ベルを植えたんよ、ここ。じゃあ、3000ベルになって開始できた。まあ、今回はちょっと確認したかったからやったけど、次からは、ベルの鳴る木ってなんか可愛いから、多分お金取らずに置いとくと思う。お、マッスルくん。ドンキーやん。怖っ怖っ。いや、こんばんは。今までに会ったことないよね、初めて。じゃあ自己紹介だ。オイラはマッスルって言うんだ。
コングって言っちゃうのが癖なんだ。コング、ドンキーコングやん、絶対こいつ。なるべく直そうと思ってる。直さなくていいよ。どうしても出ちゃう。多めに見てほしい。コング。かわいいな。喋ったらかわいいな。部屋見せてもらおう。おしゃれやな。おお。言葉が出ないぐらい良かったね。落ちとる崖が。おもろすぎるやろあいつ。おもろいな。仲良くしよう。よろしくな。よろしく。あ、チャモラン。どうした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 。みんな起きてるかな。ユーカリおる？お、キャビアさん寝とるな。起こそうか。あー、よく寝ただに。ここって私の家じゃないんですか、ダニ。そうやね。なんか声変やな。もしかして渡っちゃったのですね。なんか声が低い。いいよーって。喋ろう。お話聞かせて。ちょうどよかったわ。この鉄道模型を持って帰れそうなら笑ってください。おお、もらった。持ち物がいっぱいでこのまま置いて帰ろうと思ってたんですよ。へえ。後で飾ってみよう。お。あ、こんばんは。あら。今日は一日楽しかったわ。え、オタクこれから活動開始？あら。でさ、オタク、私になんか用なの。お話ししよう。そうそう、オタクラッキーよ。私今とっても気持ちが大きくなってるの。あら。その証拠に何の変哲もない品物を高い値段で買い取っちゃってもいいかなって思っているもの。へえ。そんなイベントあるんだ。ちょっと待って。さっきそのお隣のとこ、お隣さんにいただいた本当に何の変哲もない鉄でも。やったか。いや、うるうるうる。キャビア。どんな気持ち今。やっと。いや、めっちゃお金増えた。面白いな。チョキおるかな。あ、チョキ起きてるんよ。おはよう。一体あんたって毎晩どこをうろついてるの。じゃあ、だいたい何週間も会わないって不思議じゃない？ごめんなさい。何、あたいがぼーっとしてたって言いたいの？で、あたい、キレてる。あたいさ、この間、ファッショングレーダーの、ごめんなさい、ファッションデザイナーの、グレースちゃんの、ファッションデザイナーの時点でグレースって分かってたから、グレーナーって言っちゃった。ばったり会っちゃったんだ。それはいいんだけど、あたいのファッションを見るのに、ボロクソに文句を言ってきたのやっちゃ。ちょっと自信があったのに、あそこまで言われて頭に来ちゃったわ。一体どこを見て評価してんのかしら、じゃ。あらあら、お怒りですね。あ、ララミー、寝とるね。ああ。あの、もしかして私って寝てた。怖い顔が、ショックですったら。あ、寝ちゃうかな。おやすみ。村の評価聞こっかな。どんな感じ？ああ、もうちょっと気上なあかんな。オッケー。あ、ここ確かね、金、スコップを埋めたところ。出てくるかな？おー！来た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 ！みんな黄色！お、おぉ！演出入るやん。やったー！これが金のスコップか。何かいいこと起こるかな？ついに金のスコップ、もうゲットしちゃいました。イェーイ！でね、金のスコップ、ちょっと調べたら、何もない地面からお金が出てくるらしい。おお、そうそう。100ベルが出てくる。って感じで終わりかな。グレオ、おはよう。よう、めか久しぶりだな。確かに、ちょっと久しぶりやね。忙しくて、俺に会いに来る暇もなかったってことかい。いや、皮肉じゃねえぜ。結構なことだ。明るいな。ちょっと暇つぶし。
うん、持ってる持ってる、使ってたやつ。なんか今日金融すごくない？僕3000ベルやって、全然いいよ。はーい、1万5000ベルになった。お店閉まっちゃった。7時から11時までやってるんや。やっぱりあかんわ。あ、トビオ寝てる。うわあ、うんって立ち寝してしまうんですね。あ、寝ちゃうか。おやすみ。誰だっけここ。あ、違う。ここあの子やん、あの子やん、トラコやん。久しぶりやな。お、テレビをつけて。今なんかカチャって言ったの。テレビつけたんかな。気づいてる？あ、あ、やばい。おお。こんばんは。屋台に来て、お、待ち構えられた。もし今日も来なかったら二度とあたいの家にあげないところだったわ。お話ししよう。あたいさ、この間ちょっとかぶってる、会話がかぶってますよ。もうちょっと喋ろう。なんか話して。今日すごくいい天気になってよかったね。すっごい身の上話するやん。ちょっとだけ木植えて終わりにしよっかな。では木植え終わったんで寝ます。おやすみなさい。